本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜祭です。本日は、うちのメイドがうざすぎる、第1 10一を視傷して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。うちの、な、なのこ、なんの、なんの音だこれは。これママの部屋っていう、 意味なんですねロシア語でコメントで教えていただきましたありがとうございますもうだいぶ前ですけどね俺 <laughs> 遅いっつうのあえミシャあお母さんかこれ昔の話かお母さん絵描きだったの うあなんかすっごい意外うわそうだったんだ <laughs> うわそういうお母さんだったのねで こんな部屋だったのね、なるほど。あ。<laughs> こんな幸せな話。<笑><笑>本当に美しい幸せな話だけど。知りたくなかったわ。知りたかったけど。 知りたくな,かったわなんでこんなお母さんを失わないといけないんだ <laughs> いやこれ今を知ってるからね精神ダメージ半端じゃないっすよ。 なんすか今回冒頭からああいやーあまりにも素敵な話すぎてもうつらい <laughs> いきなりなるほどね何やってんだと思ったらでも MISIA はあれかなお母さんに憧れて絵描いたりしないのかねそんな描写今んところ一個もないですよねうちのメイドと開かずの部屋 これがね、<laughs> まあめっちゃ細かいことだけど、開かずの間になると途端にホーラーになるんですが、開かずの部屋ね、あの部屋のことか。なんかあの部屋のことが出てくると思わなかったな。あそこは MISIA の、MISIA にとって大事なもの多分だけど、お母さんの思い出が一番詰まってて、 一番なんでしょうねまあ大事な聖域なんだろうなと思ってたけどそれはまあそれとしてあるんだけどこうやって一つのエピソードのタイトルになるぐらいうんあれにそんなにフォーカスされると思わなかったから意外だったなうん何の日うんうん 冒頭ざまいて自分で分かってんのかよ。ああ、それは偉いな。うん。あうん。おぉ。よかったね。ん <laughs>、多分ね <laughs>。だっけと思ったけど。ミシャ、英語はあれか <laughs> 普通にいるのやめてよ。 でもそれに鼻丸つけるぐらい嬉しいというか楽しみしてんのね。とりあえずそいつ追い出そうぜ。邪魔だから。そんなことベラベラ言って大丈夫ですか <laughs> 無視すんのもいいけどさ。 ミシャも普通に別に別なんかいつもだったらね出てけってすぐ追い出しそうだけど <laughs> やっぱりね <laughs> なんかもう慣れたなすっかり。 <laughs> 本当だよなんでこれ <laughs> 違うわ <laughs> 確かに 公園でって言ったああ鳩の同意を得て <laughs> これは文句言えねえわなるほどあわしわしざきさんが来るのこれさいいけどわしざきさん家に行ったらよかったんじゃないうん あそう。それは嬉しいでしょうね何 うんそうなんだけどでも随分変わったよな <laughs> いつの間にか勝手に開けたことにされてんじゃんまあでも変わりましたよね随分慣れたというかさ 無理に入ろうとしなくていいと思うんだよなまあでもそれを今のところああそうなんだまあ忙しいってのもあるけどうんそうなんだけど少しは穴を埋めてくれてると思うんだよなえそんなにっすか もうなんだ違うね今日やれることは今日やろうだね <laughs> 本当かそれ <laughs> なん,でじなんで自分の妄想で自分で血の涙を流してんだこの人は <laughs> ややこしいやつだな本当にこの人はそろそろご飯の用意とかしなくて大丈夫ですかカモイさん もうよくないそれいやでも森川さん出てきてくれて嬉しいなうん <laughs> いやでも良かったっすよ <laughs> いやーこれは願ってこない展開だな何やってんだよ うん、好きなんじゃないうん。<laughs> すっと深く考えずに。<laughs> なんでここにって。あら、優しいミーシャー。 何の勝負なんだもうおしゃの勝負ついたでしょうまあなぜか不戦勝を挙げた側が圧勝してしまうという謎の展開でしたけどねああでもよかった森川さんも来てくれたなんてうん俺得だなこの展開は。 この庭もね、1番の時は荒廃してたんですよね。何 <laughs> いや、それはもう <laughs>。うん。ある意味、あくどいことをされてる側だよな。なるほど。あ早っ。<laughs> 反省早っいやー森川さんほんといいやつだなそうだよな森川さんも嬉しいもんないや誰が不審者か大体見当つくけどねだいぶ使い方慣れてきたなー うん、ちょろいちょろいけどそのちょろさをうまく利用できるようになったなねえ <laughs> 気づいてたんだこの人は一日中警察に追っかけられてんだろういや変数者でしかないでしょ いや、不審者だよね。ど真ん中、どま、もう戻ってきたのかよ。ど真ん中直球で不審者だね。うん。<laughs> 確かに。いや、本当ですね。 まあでもうーんそれ言われると苦しいですがまあでも置いときましょうよいやー揃ろえも揃えましたね役者がうんあそこがお母さんの部屋かさすが鴨もさんだなその辺はちゃんと気遣ってくれんだな お風呂でメガネうんよ時直に入ってきたああびっくりしたーまあでも全然あり得るなそこはミシャじゃないですなんの 何をしてたんだ <laughs> でもまずそれを疑うのはまあ当然ですよね何だうんそれがあなたと何の関係があるんですか いや、さすがですね、うかいさん <laughs>。な別つっろ。あーあ。<laughs> なんだああ、なるほど、用意してたのね。お手製はあ、大したもんだね。 さすがだなでもちゃんと来てくれたんだねうんねえいやわらかと思ったけどまあ嫌がってんだけどさ何 <laughs> だからなんで嫌がられるような言い方すんだよん <laughs> 迫るっていうのは認めんだあらー松崎さん優しいんだけど分かってないねいやほんとそうっすようんそれは間違いないんだよね でもそれをわざわざ否定しないのはミーシャも優しいなああそうねでもならずにっていうけどねそれは確かに気になってると,ところではあるんだよなお父さんかよでも気になってはいるうん あの1話冒頭のあのパイロットはカモさんじゃないのかなまあ整備課にいたっていうからねまあこれ前も言いましたけど整備の一環で乗ってたのかねあ,あそうだった弟二人もいたら強くなるよなうんか <laughs> もう最悪だこの人 <laughs> い,やいや止めなくていいっす行かしとけなんでこの世をこの世に引き戻すのがうまい人なんだ <laughs> さんでも引くってすげえなギチギに外でやってんのでももう不審者は誰だか分かってるから意味ないんじゃないなぜ起こす 意外と子供っぽいっすねー。<laughs> まあそうか、小児か。そんなもんか。可愛らしいっすね。トイレットペーパーを取り替え中ですかええ<ー笑>いや、ほんと謎っていうかさ、意味がわかんない。何やってんの 本当にわからないよわかる人いないよあれえあんたらそのどうしてたの <laughs> これはこれで謎…ああーなるほどそういうことか なぜ今回この部屋がと思ったら <laughs> いたそういうことかお泊り会とこの部屋とそうやってつながるわけねなるほどねさてミーシャは なんだずっとあの部屋にいたのうんあそういやいつも一緒だったなもしかして これは誤解されるパターンですかミシャ違いますよ違うよカモリさんじゃないよ なるほどそういうことかあ今一緒に気づいたよな罪をかぶるのあんた鴨井さん カモイさん。友達のために自分が濡れ衣を着るんですか、カモイさん。いや、ちょっとこれはそこまでの人だとは思わなかったな。本当に自己犠牲の人だな、カモイさんって。 えーでも森川さんとか鷲崎さんはあそこがミーシャにとってさっき言ってたような大事な場所だって知らないし入っちゃいけないなんてことを知らなかったからまあちゃんと説明すれば確かにねぎくしゃくしなくては済みそうなんだけど。 MISIA のあの怒りとかが森川さんたちに向かないようにとっさに身を挺して自分が罪をかぶるってカモイさんは一体どこまでの人なんだろうなせっかくね徐々に今回の冒頭でもありましたけど心を開き始めてきた MISIA と自分との関係がぶち壊しになっても ミーシャとその友達との関係の方が大事だってことですかいやーここまでできる人ってはいないなーなかなか <laughs> ミーシャとその友達との関係を優先して自分を犠牲にするっていうのはうーん何んというか どこまで立派というか責任感というか使命感の人なんだろうなっていう感じはしますけどうーん確かにあそこで MISIA も自分で一瞬気づいてて森川さんがチラッと言ったことから入ったのは森川さんじゃないかってほぼ当たりをつけててまあそれがほん本当のところはそれなんだけど大丈夫だと思うけど万一それでねえ MISIA と森川さんとか鷲崎さん ととの間の間友情に亀裂が入ったりとか何らかの歌詞が残ったりするわだかまりが残ったりするとそれはミ i シャにとってせっかくできた友達との間柄に傷が残ってしまうことにもなるからそういうことが万一にも起こらないようにという判断であのとっさの状況の中で自分が罪をかぶろうって判断するってちょっと尋常じゃないなこの川森さんっていう人は。 そこまで一瞬で思いを巡らせてでどうすればいいかで自分が犠牲になることによって彼らの関係に彼女らの関係に日々が入らないようにその美しい絆に曇りがないまま保てるようにって判断していやーそれはうーん本当に1 0 0ミーシャのことを考えて常にうん。 常に本当に MISIA の幸せのことを考えている人間じゃないとできないし100%そのために動ける人間じゃないととっさにあんなことまで考えられないし動けないしそれは立派なんだけどちょっとあまりにも自己犠牲が過ぎるんじゃないかなという気もするけどでもあそこはああするしかなかったかなこれでねうんこのあと森川さんとか鷲崎さんが実はあの部屋に入ったのは 私たちっていう説明する機会があればいいけどまあ11話にしてなかなかのクリフハンガーをかましてきたなんて感じだけどまあ早めに誤解が解ければいいんだけどまあでも解ける過程でもいろいろ苦しそうだしな解けたら解けたでねやっぱりあの部屋に入ってしまったことは森川さんと鷲崎さんは申し訳なく思うだろうしただまあこれさっきも言いましたけどあの別に2人は知らないですからね あの部屋がミーシャにとって大事なものであって家族以外誰も入っちゃいけない場所なんだっていうことを事前に言ってないですから,だからそれは悪気があってのことじゃないんでまあその誤解は解けてくれた方がいいんだけどうーんまあでも今までもあの好きな人だし立派な人だなという感じはしてましたしでミーシャがしばらくこの部屋に入ってこなかったのもまあねこれ前にもちらっと言いましたしミーシャは絶対そんなことを認めたくないだろうけどやっぱり お母さんを亡くしてでミーシャの心に開いてしまった大きな穴を少し別の形で別の形だしまあ全く望ましい形ではないかもしれませんけど少しはその寂しさをカモイさんが埋めていたんですよねで徐々にまあ慣れもあってでお互いになんとなくではあるけど馴染んだ関係になりつつあったミーシャとカモイさんですけどここへ来てそれがいっぺんにぶち壊しになると ゼロ以上のマイナスままで交代してしてうということですねなるほどねこの誤解をどうやって解いていくかなんだけどこれをこの誤解を解きたいと思ってる人はいないんだよなまあ唯一まあ鷲崎さんと森川さんが言ってくれればいいけどねでもそもそもそれをまた鴨居さんが止めそうなんだよな誤解されて自分が罪をかぶったままの状態にしておこうとする可能性もあるからな まあ意外だったけど、まさかそこまでの人だと思わなかったなそれまでもね、いろんなところ、立派な人だとか、頼もしい人だなと思ってたけど、ただこれはね、まあひどい荒領事的な形ではあるし、こんな形でない方が望ましいのは違いないんだけど、本当はね、もっと穏やかに段階を踏んだ形だった方が、望ましいのは間違いないんですけど、あの部屋をめぐって、やっぱりカモイさんは、 ね、今回の最初の方で鴨居さん自身の感想も語られてましたけどあの部屋をめぐってやっぱり鴨居さんと高梨家の間に大きな壁があるのは間違いないんでそれが今回のねえ MISIA にとっては大変ショックなことだしこんな形でない方がはるかに望ましかったんだけどまあこうなってしまった以上は災い転じて吹となすじゃないですけどこれによってこのそれこそ開かずの部屋をめぐって 今一つ打ち解けきれないでいる鴨イさんとミーシャの間に今までの慣れとか今までの扱い慣れとかとは違う本当の意味でのね信頼関係が築けるきっかけになればねまあせめてそういう形で決着してくれればこんな誤解があったっていう話もねまあ笑い話にできるんじゃないかなと思いますけどまあ大変ショッキングな出来事ではあるんだけどせめてそんな形でいい方向になんとかこの部屋を巡る 事件が落ち着いいいいてくれればいいなとそういう感じはしますね多分だけどあのままいったらね MISIA は絶対自分からねあの部屋の中にカもいされることはありえないしんでだんだんそうするとあの部屋自体が腫れ物みたいな扱いになっててお互い触れないようにしようみたいなことにもなってしまうんで今回思いがけない形ではあったけどこの部屋に対して2人が改めてこの部屋に関することに触れてお互いの思っていることとか をね、打ち明け合うそういう機会になればせめていいかなと思いますがでもいやーうんまあほにね鴨井さんはこれまでもね今回鷲崎さんと森川さんで語り合ってましたけど本当に素晴らしいところもあるしでだんだんあの見てる側で鴨居さんの評価が高まりつつあるとそれを自分でぶち壊しにするというねもうローキックで端から崩していくっていう鴨居さんでしたけどいやーでも今回の。 あの森川さんと鷲崎さんたちとの友情を守るために自分が身を挺して行動するっていうのはねその身中を察すると凄まじいものがあるなそこまでできるかなっていうね恐ろしいですね普通の人間だったら怖くてあんなことはとてもじゃないけどできないと思うなまあその鴨井さんの気高さもでもねそれ今ねあの鴨井さんのそういう気高い心意気も報われるといいなと思うけど でも実はそれれ報わるるっっててイコールさミシャと仲良くなるってことでしょもしくは MISIA の信頼を得て仲良くなるってことなんだけどそれが鴨居さんの場合はなだからいつもそこでねあの鴨居さんの頑張りとかその自己犠牲に対して鴨居さんに幸あれって思うんだけど待てよ鴨居さんの幸ってあれだよな <laughs> って <laughs> 思うからいつもそこでストップするんですよねうんだからそういう意味でもいろいろ ささんに対しては複雑な思いをさせられますね毎回毎回ね。これはいろんなリアクションとかコメント見ててもそうなんですけど、いまいち心から「鴨居さん頑張れ」とか「鴨居さんに幸あれ」とか「うまくいってくれ」とかね、なんか鴨居さんの幸せを願いきれないっていう、まあ非常に特殊なタイプの人ですね。まあそれが特に今回顕著ですけど、これがね、さっき言った「災い転じて服となって」 で本当にお互いがね心を開いて仲良くなれる関係になれたらいいなーって普通なら思うんだけどいや待てよと鴨居さんの場合だからちょっと普通とは考え方変えないでいい <laughs> うん普通ならねえこれでなんとか MISIA との誤解が解けて MISIA に信頼されて鴨居さんに救いがあればいいんだがうん さん報われてほしいなと思っていればいいところなんだけどちょっとうんこの人の場合「いやちょっと待てよと」とストップはかかる <laughs> そこで一個悩みができてしまうっていうねまあなんでほどほどに誤解が解けほどほどにミーシャの心が開かれほどほどにまああの少なくともえー、警戒は要するんだけど嫌悪感とか憎しみがないうん そういうもので、MISIA が鴨モイさんを恨んだりして、その恨みによって自分自身も傷ついたり、また、かなり閉じこもってしまうことがない程度に、フラットな、普通の、平穏な関係に、修復されるぐらいに、えー、希望をとどめておきましょうかっていう感じですね。<laughs> そんな感じで、えー、っと、鴨モさんの、鴨モさんの幸運はお祈りいたしますけど、ご分をお祈りはしますけど、その、 5分が、そんなにかなわなくてもいいです。<laughs> はい。<laughs> そんな丸々鴨居さんに都合よく進まなくてもいいんで、まあほどほどで、まあ誤解がなくフラットに、うん。ひいき目も意地悪な見方もないような、そのぐらいの関係でいいですわ。うん。あんまり過剰に願うとね、過剰に願う、願いがかなり切ると、それはそれで困ったことになりますんで、その程度にとどめておこうかなと思いますね。そんな感じで、 うちのメイドがざすぎる第11話を見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。